はいどうも、ショーティビでーす。本日はですね、牽制のやり方っていうのをご紹介したいと思います。ピッチャーで本当にね、守備とか無理なんですよ。ピッチャー系しかマジで無理なんで、今日はピッチャーで何が一番知りたいかなと思った時に、あ、牽制かもしんないと思いました。で、牽制って、まあ、2つ3つあるんですけど、刺す牽制とか、リードを狭めさせるための牽制とか、あとはもう、深呼吸、ちょっと落ち着きてえなと思った時にやる牽制が、まあ3つぐらいあるんですよ。まずは1塁ランナーがいる時の牽制を軽くね、段階があると思うんですけど、まあ、刺す時の牽制でもいいし、まあ、まずはちょっと一塁牽制の方法を、ご紹介したいと思います。それではいきます。まずは君ね、ここね、ここが一塁ランナー、まあ、この線がプレートしましょう。まあ俺はあの踏む系でもないし、あの半分にする系でもないんで、くっつける系なんで、まあ、こういう感じで見ますよね。どんぐらい出てるんですかねって見るわけですよ。これぐらいかと。で、構えます。構えるとね、俺ここ見えてるんですよ。カメラ見えてるんですよ、ここから。見えてんだけど、理由が、ちょっと開いてるんですよね。踏み出し足。ちょっと開いてまして、結構見えるようになってます。確実に。で、投げるときは、こうまっすぐ向くんだけど、まずあの、ゆっくり牽制ね。ゆっくり牽制は、はい。今のはプレートを後ろに外すパターン。これはボール投げなくても投げてもどっちでもいい。糸を OK。 これでも OK。 外しとけば投げなくても OK。 で、これで投げないパターンね。投げないパターンでボークになるのはこれボークです。プレートに足がついたまま牽制のフォームをして投げなかったらボークになります。投げないときはプレートを外す。 OK。 投げるときははい、これがまず一つ目で、二つ目、こっからこれはプレートをつけたままから投げます。この速さを変えるだけです。つけたままのやつをパッと向いてボールを軽く投げるパターンと、パッと投げてピュッと投げるパターンを入れることによって牽制が3種類になります。これはどうですか、絵がどう、もう代表的な。そうですね、オーソドックスな、まあ、あの僕小中高生抜けに言ってるんでそうですね、ね、小中高生抜けってるんですよ。プレートつけたまま投げるときどうやってこの軸足すんのって人がいると思うんですよ。俺は後ろに切ってます。あー、なるほど。まあランナーこっちいて刺したいとき、刺したいときはマジでやりながらを自然とこう足の重心がね後ろに行くんですよ。投げる瞬間後ろに行って投げるわけ。おー、今早かったですね。あった、はい。で、普通にゆっくり投げるときはこれね、はいはい、一番やっぱり首の向きでタイミング取ったり、こっち向いたら投げるなっていうのが分かっちゃうんで、あの一定にしない方がいい。首はこっち向いたら投げるよみたいな、まあやめた方がいい。サードからこうサインが出るとかさ、はい、キャッチャーからこう投げろ今みたいなサインもあるから絶対。で、投げる位置は一塁手の膝元っす。あ、タッチしやすいからね。しやすいから。はい。膝元を目がける。意識して、投げた方がいい。わかりやすいかな？長いから。結構わかりやすいですよ。いいですか？そうします。こっち投げるよ。こっち一塁ね、はい。投げます。で、こうやって。見るでしょ、こうやって。で、自然とこうね、重心がね、後ろに行くんですよ、こうやって。早いっすね。なおかつ、ちゃんと低めに投げると。タッチしやすいとか、ね。パスを構えてる、この辺に。シュッって。はい。そしたら成功します。あとはじゃあ二塁牽制、まあ俺もそんなやんないけど、二塁牽制、二塁牽制こうね、こっち二塁ね、はい。でご覧になります、こうやって、はい、います。でこう見てサイン見て構えます。まず2通りあります。あ、3通りか。まずは外してこっちパターン、はい。外して左回りパターン、はい。外して左回りパターンして外さずに、プレ
そのままね。そのまま。OK。はい。くるっと回る。軸だけ。うん、ここを軸にして、そこから、くるっと、くるっと回る。パターン。はい。そして一番アウトにしやすい方向。右回り。はい、はい。こうやって。ほら、今引っかかったべ。今引っかかったべ、今。誰に言ってんすか。ランナーいるときに、牽制しませんでした。しない場合、こうやって。投げるとこうやって。はい。これと同じフォームで、投げるけど。おわーいっつって。僕もでもそれよく使いますよ。使うっしょ。結構セカンド牽制は多いので。これやるときって一番大事なのは、顔の向きね。ああ、確かに大事ですね。顔の向き。絶対無理なのが、これ。これダメ。おうおお。ダメ。ギリギリまで。あ、ホームに泣けると見せかけての、そう。セカンドへの。そう。本当にアウトしてるんだったら、俺はね、逆にセカンドを見るような、そう、上げてからちょっと見る。顔こっちで、体だけギリギリまで、あ、もう粘る感じで、でも投げる場所はもう勝手にイメージしとく、もうこっちでイメージしとく、ここに投げるんだ、イメージした、体はイメージね、イメージしといて、アウトしやすい。はい。絶対アウトなんねえよっていうのが本当に、これダメ。もうすでに後ろを向いちゃってる。アウトするよーみたいな。かからんから。なるほど。で、こう。こう。プレートのままね。はい、ついたまま。はい。ついたまま、こうまたぐ。プレートまたいで、投げる。でも早いですね、確かに。ピョンと飛ぶ。この、なんだろう。ピョンコーラーじゃなくて、体のこの軸だけで、クッと回転するイメージ。前回撮った動画の左で回るような、そう、肘を引っ張るような、そうそう、感じですね。そうそう。こっからね、こっから、これね。はい。さあ、もうおさらい、おさらい。これね、OK。今の極端じゃないですか。今の結構極端じゃないですか。極端だけど今は、投げるよーって言ってくるの。こうやって。あ、後ろ向きながら。こう回ろうとするから、はい、投げられると思うわけ。あ、なるほど。投げないよっていうの俺は、いろいろやってます。まずはしっかりこうね、形を覚えてもらって、やって欲しいなと思います。僕は小中学生の方に言ってます。はい。はい、というわけで本日は、牽制の方法を、ご紹介しました。この動画いいと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。セミがすごい、セミが。これプラスこちら見ましたね、はい、これ、はい。
リセットプロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ軟式用です。基本的にチャンネル登録と、僕らのインスタフォローは必須ということで、翔平 TV の、チャンネル登録者が8000人突破したプラスモンダナさんの、インスタを貼ってますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。翔平 TV 2020年モデルの T シャツができました。走れ大井チャンネルの大井くんも一緒にモンタナスポーツさんで販売中。文字にシルエットを入れたとても斬新なデザインとなっております。皆さんぜひとも1枚ご購入してみてはいかがでしょうか。詳細購入リンクは動画の概要欄からチェックをしてください。それではアウリオシタアツオ。本日の動画は以上となります。チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。